こんにちは、ちゃまでございます。今日の動画に行く前にですね、今朝、こちらローソンで売ってあるクイニーアマンっていうね、これ食べてたんですよ。こうやって上がね、カチカチになってるんです。カチカチに、わかるかな。それか食べてたら、あの前歯のブリッジが取れてしまいまして、これ今ちょっと前歯がない状態で、あのしっかり喋れないでしょ。あいうえをかきくけこは言えるんですけど、あのシャシシュシャショがちょっと全部抜けちゃって、お聞き苦しいとは思いますが、すいません、あのよろしくお願いします。じゃあ行きましょうということでね、今日はね、無課金美課金の方向けに、いいフォワードがいるよということで、昨日キッズが教えてくれたんでね、使っていきたいと思います。で、この人です。パリサンジェルマン、ウーゴエキティク、ラインブレーカーですね。で、能力的にはまあ微妙そうなんですけど、スキルがねやばいです。ミドルシュート、ライジングシュート、ワンタッチシュートあるんで、これバティストゥータのシュートが打てるんですよ。ただオフェセンと決定力とかはちょっと低いんですけど、まあ、82だとちょっと低かったんで、決定力88にしたら、ポジショニング悪かったんで、まあ、いいバランス取っていけば、まあ、いけるかなっていう感じなんで、ちょっと今からね取って育成していきたいと思います。はい、どうやって取るんだっけ。ちょっと喋れないことになんか意識行きすぎてね、あの頭がちょっとテンパってるんですよ。全然喋れてないなみたいな感じで、パリサンジェルマンですね。パリサンジェルマンのシーフ、これね、チャマには教えていいっていうことでキッズ教えてくれたんですけどね。なんかその話をしてる間に、ライブ配信だったんですけどね、禁止ワードを言ってしまったんで、そのキッズはブロックされちゃったんですけど、禁止ワードっていうのがあってね、ブロックされちゃったんですけど、まあ、ウーゴエキティク、ラインブレーカーです。でバティちゃんの問題点はやっぱり、まあ、重いっていうのもありますけど、裏抜けしないんですよ。裏抜けしないので、やっぱりちょっとなんか、まあ2トップなら2トップで、どっちかちょっとラインブレーカー入れなきゃいけないっていうところがちょっとネックだったと。なんで誰だっけ、ストイチコフがちょっと当てれ、あの一緒に使えなかったんですけど、この人であればこの人自身がラインブレーカーなのでいけると。で、まあショートカウンター上げといて、で決定力がねやっぱ85は欲しいですね。でキック力はもう85ぐらい、こんぐらいですかね。でオフェ戦も81、これあればいけます。うん、これあればいけるはずです。もう僕もいろいろもう試してるんで。でまあ、バティちゃんとちょっと能力を見てみましょうということで、あエンケティアをね3人目取りました。あ4人目か、うん、これですね、うん、ちょっとこれでコム戦に行って、あのバティちゃんのシュートって何って、まあ、これもねバティちゃんのシュートも覚えてほしいんですよ。まあ、バティちゃんはまだ取れないですけど、このあのパリザンチも名前もね覚えられない感じなんですけどね、ちょっと言ってもらえたらと思います。でこれは今から教えるのは角度の問題です。この角度シュート打てるよと。でコムの一番レベル低いやつで、まあ、バンバンシュート打てるようにしますんで、能力はキーパーの能力もね反応も悪くなってるんで、若干なんていうんですか、対人では入らないシュートも入りますけど、まあこの角度で、まあ、ペナないもしくは、ペナルティーアークあたりかまぼこら辺だったら入るよっていうのを覚えていただけたらと思います、ね。まず待ってね、あこれなし、まあこうやって普通に攻めてみてね。あちょっとバディちゃんね、例えばまあちょっとやめてください、やめてください。バディちゃんね、バディちゃんこのシュート打てるんですよ。これやばいでしょ、後ろ向いたままシュートが打てると。この今の角度を見ていただきたい、この角度を覚えてと。うん、もうこれだったら、ね、ディフェンスに足出される前にいけちゃうと。
これがねバティちゃんの腰の強さだったんですよ。これに近いことができる。でストイチコフも打てます。でこれができるんでバティちゃんはまあちょっと何て言うんですか、あの重さがあっても使いこなせるっていう感じですね。これがこういいシュートができますんで、これを覚えていくと。で、まあバティちゃんでこうやって見てもらうと分かるけど、どの状態でも打てちゃう。今のもニアに打ってきた。これがバティちゃんの良さ。でこれがねやっぱムバッペとかだとなかなか入らない。それがね、今回紹介するあの方そのね名前もね覚えてないですけど、だったらいけるという感じで、例えば邪魔だな邪魔だな君、ムバペちゃんムバペちゃんムバペちゃんだとちょっとねちょっとこうちょっと若干こうふわっとしちゃうというか、ちょっとスピードが弱いんでキーパーに、まあ、対人のいいキーパーだったら止められちゃうよとか、ディフェンスアタッチ足出されちゃうよみたいなのがあるんですけど、これコムのねレベルだからあれ決められないですけど、バティちゃんほどのやっぱ勢いはないと。ここね、ここはいけるとウーゴエキティク。で、まあ残念なことに調子は普通なんで、ちょっとね、調子の波が普通でなんで、でまあベンチウォーマーなんで基本C なんですけど。で思ったより軽いです。でこれこういうねなんかもうなんかシュート力がえぐいです。なんかわかんないですけど早くて枠内行きます。この能力で軽さもあるんですよ。この育成したらパスとか下手です。これこんな感じでダメな時も、まあ、あるんですけど。なんかわかんないですけど、やっぱ決定力85ぐらいなんで、ワンシュー、またミドル狙っていけば考えと。でワンシューに関しては能力が下がらない。ミドルに関してはミドル時の決定力多分上がってます。ちょっとねちょっといけます。なんかこの辺の使い方ができる人はおすすめだよと。で結構抜けちゃいますんでね、抜けますんで、まあ抜け方もいいと。軽いんですよこれ、で右利きでしたかな、右なんで、あこの辺からね、まあこんな感じで下がりすぎちゃってます。ちょっとディフェンスね、当てないでっていう、満周はできちゃうよってことです。こんな感じでなんかね、キモいシュート打てますこの人。なんでね、ぜひね使ってもらいたいなと。で角度的にはもうどんぐらいですか、もう真横ぐらい、ワンシューだったら真横ぐらいいけちゃうんで。でハーランドとかより軽いです。なんかハーランドとかより軽いんで、これいけちゃいます。ペナライだったらこれいけちゃいます。これ対人のいいキーパーでも止められないです。オフェ戦もなかなか大事で、もうちょっとオフェ戦下げて決定力に振ってもいい。ちょっと無課金美課金の人はちょっとまあ疑似バッチャム、で僕の動画見てる人はねバッチャン欲しいよっていう人は結構いるんですけど、まあまだねエピック来てないんで、あてかまた、まあ、復刻とかがあればっていう感じですけど、まだね来てないですから、そこをね期待してという感じでございます。これもあります。たまにこういうのあります。まあペナ内でワンシューとかが、まあ、いいかなという感じではございます。逆足頻度普通で精度高いんですけど、まあ、規定力85だとあんぐらいになっちゃうよと。だバティちゃんの疑似バティちゃんで1万8000なんでまあ損はせんかなみたいな。でまあ育成もあれなんで、そんなにめちゃめちゃ、まあレベル40とかまで上がるんですけど、もともとの総合値は低いんで、まあこういう感じでワンシューで結構狙っていくとありかなという感じでございます。結構いい動きしてますよ。
でラインブレーカーで、でヘッダーとかもついてるんですけど、ちょっとまあヘディングとかまでね、フィジカルとかまで上げるちょっと余裕はないんで、あんま期待しない方がいいかなと。ワンタッチ、あくまでもこうワンタッチシュートでさらにこう、まあ、ミドル狙うかなみたいな、まあペナライのワンシュの方がまだいいかなっていう感じはしてます。こんな感じでね、結構入ってくる、うん、これも結構いいキーパーでも、で今ねパス出したのは、今のシュートは正直入らないんですよ。なんでかっていうと、ちょっとキーパーがあんま動かせないから、こんぐらいだと入ります。今ちょっとジェラード出ちゃうけど、キーパーが結構寄らなきゃいけないぐらいちょっと距離離して、ただ離れすぎると、まあ、その分キーパーがね、あのシュートまでに時間かかりますから、キーパーがあのちゃんとポジショニング修正できちゃうんで、まあ、絶妙な距離感を満たしていく。さっきから左は入るんですけど、こんな感じでね、この辺の角度も入ります。ペナナイワンシューはもうあの8割9割入るぐらいの選手です。この1万8000でね、これはもうガツ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 やっていくと。今作はまあもしかしたらね、ワンシューあんまりやってないよっていう人もいると思うんで、ね、気持ち悪いでしょ。ワンシューをね覚えてください。ワンシュー、今のはスルーパスです。スルーパス、後ろから来たシュート結構精度よく、決めるようなね、あの修正が2個前ぐらいのアップデートかな、入りましたんで。左だとちょっとね外す時もありますけど、まあ結構高頻度でいける。でまあ無料の人はね、無料じゃない、無課金とか微課金の人はぜひねスキル見てください。スキルによってやっぱね、なんていうの、無課金微課金でエピックとか週間のガチャ FP 選手ぐらい何でもできるよっていう選手なかなかいないんで、まあ、一芸に秀でさせるというところで言えば、このシュートに関してはワンタッチシュート、ライジング、この2つがあったら、まあ、ミドルもあればミドルシュート、この2つがあったらかなりこうそれだけでも仕事をさせることができると。でワンシューに関してはパスの精度も結構大事なんですよ。なんでちょっとパスのいい人と2トップなり3トップ組んでいいパスを出して打たせる、やるとより精度上がるんで、この、ね、スキル見てこいつ何できるかなみたいな、守備は下手だけどスルーパスなんか縦パス当てるのだけは得意そうだなとかね、そういう個性をこう組み合わせてうまいこと使っていくみたいな、やっていくとかなり一撃必殺やれると思いますんで、ぜひね無課金美課金の人、こういう選手に持ってやってみてください。今日は終わりにしたいと思います。さよなら、バー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。